こんにちは、ジェシウェルトレス人参美容師石田圭です。よろしくお願いします。こんにちは、ジェスウェルミエルで美容師をしています竹木です。よろしくお願いいたします。あるなんかいろんな美容師さんと仲いいと思う。そうですね、僕らも全員ジェシーのメンバー個人事業主フリーランスじゃないですか。そうだね。だけどなんかあの個人個人してる感じがないというか、組織感がすごい強いかなっていうのを一番最初に入って感じました。逆に僕新卒からフリーなんで。そうですよね。そんな勇気がなかったんですけどまあそうやってちゃんとあの弟子入りしたりとか、ちゃんと教えてもらえる人がいないとちゃんとやっていけないっていうのも分かってたんで、まあ最初そういうところを選んで、ちゃんとそういうとこだったなっていう。フリーランスだけどカリキュラムもあって、ちゃんと教えてくれる人もいて、ちゃんと人格教育じゃないけど、なんかそういうね、人間性の教育もあって、美容師としてみたいなところも教えてもらえて、もちろん技術もねしっかりいつでも聞ける環境があったから、まあフリーランスでこういう環境があったら最高じゃん、みんななんでこれやんないだろうと思って、でフリーランスなんか流行ってきてバーって。あーそうですね、めっちゃ今多いですもんね。でもなんかやっぱそのいろんなちょっと耳に挟むときはなんかその練習がないとかね、なんかそういうのよく聞くかもしれない。そこは違うかもしれない。そうですね、なんか他のサロンとかって割ともうお客さんもたくさんいて、技術力もあって集客もできてっていう人たちがなんかフリーランスになるようなイメージですけど、なんか僕もう竹木さん新卒からじゃないですか、はい、で僕は多分、2年目の時にジェシーに参加してって、そうだね、時になんかもう他のフリーランスの人がカリキュラムがない状況だと、なんかこれ以上なんかの自分自身が成長できる伸びしろが止まっちゃうなってのめちゃくちゃ思ってたんですけど、はいはい、もうカリキュラムあるとすごい最高だなって。成長ができるポイントあるよね。あとはちゃんと業界とつながりをしっかり持ってるチームではあると思うから多分他のなんだろう面会サロンでじゃあ例えばフリーでやってる人と違うところといったら、なんか業界からのチャンスがあったりとか、確かにそうです、ね、まあ、海外に行けるチャンスだったりとか、まあ、メーカーとコラボできるなんかそういうチャンスだったりとか、まあ、そういうのは確かにあるかな。それで言うとなんかあれですよね、なんか普通フリーランス個人じゃなんかもらえないような仕事もらえたりとか。そうだって僕も2年目の時にミラノ行って、ね、そうですよね、やったりとかもしてるしね。僕もつい最近あの東京ファッションウィークのヘアメイク行った、ジェシーに来て、でそれ僕振ってもらって行かせてもらって、うん、そうだよね。僕一人でサロン分けたら絶対そんなんやらなかったんで、おおジェシーって感じですね。おおジェシー、ジェシーで。まず学生の2年間で集客できるようにしちゃったんですよね。まあセミナーだったりとかパーティーだったりとか、アーティストのヘアメイクとかを2年間やって、もう自分に切ってほしいっていう人が100人以上、多分もう数で言って200人くらいいて、でまあその中で実際来てくれ、お金払ってもスタンドまで来てくれる人っていうのはまあ何パーセントかだと思うけど、もう来たいって言ってくれる人がいて、あのもうその就職の時とかなんかいろんな人にも最初からスタイリストでやってくれればこのお客さん来るんですけどって言っても、やっぱその時は無知だったっていうのもあるけど、全員に断られて、あ、そうですよね、なんでこの社長たちムカつくなと思って、それでなんか何も分かってくれないなって思って、よくいろんな人といろんな美容室の社長とカフェに行って、なんかそれはスタイリストになった方がいい、スタイリストになったらやった方がいいよとかって言われる回数が多くて、じゃあスタイリストになるためにはどうしたらいいんだろうと思った時に、なんか就職するっていうなんかその脳みそにならなくて、自分でスタイリストになればいいんだって思った時に、調べたらフリーランスっていう手段しかなくて、でも技術も場所もないっていうので、それをどうにかじゃあ次はお金なのか違うもののギブをして誰かから提供されればいけるなって思って、それが今の師匠に対する弟子入りだったっていう。僕が美容学生の時から竹木さんと来てたもんね。そう、竹木さんが開いてた交流会みたいなとかに行って、ちょいちょい最初の表参道の美容室勤めてた会社員として入った時もうなんかもうフリーランスでやってるっていうのもすごい衝撃的で、そこで僕はフリーランス知ったんですね、竹木さんで。あ、逆にね。あ、そうです、うん、だからなんかちょっと流行ってくる前から、あ、そうそう、流行る手前みたいな感じで、あ、竹木さんのやり方ってフリーランスって言うんだみたいな、まあなんかあの自分で言うのもありますけど、もう向上心超高いんですよ、モチベーションが高いよねそれでなんかもう超すごいもうやるぞって感じで、どっちが言い悪いんですけど、会社勤め会社員は会社員のいいところって、フリーランスはフリーランスのいいところで、逆に両方ともデメリットはそれぞれ存在するじゃないですか、はいはい、でもなんか僕がやりたいこととかやろうとしてるスピード感とかだと、なんか会社勤めだとちょっとなんかあの窮屈なとこが出てきちゃって、確かにね、なんか足並みはね揃うからね。あ、そうなんですよね、これやりたいけどなんかちょっと
いやそれは止まってみたいな、止められちゃう、そのさっきの社長さんの話じゃないですけど、うん、止められちゃうこととかちょっとあったりとかして、僕もその時いろんな美容師さんとかいろんな人に会いに行ったりとかしてて、うん、それこそ一人はあの今のベレーザの内藤流星さんと会って話してって、であともう武木さんって二人とも僕の一つ上なんで、一つ上でもうすごいなんかあの今までいないやり方でいろいろ結果残したりとかいろいろ挑戦できてやってる人がいるっていうのを知れて、でその後もその会社、最初にいた会社で少し働いてたんですけど、やっぱりそっちでやりたいってなって武木さんに急に電話して、武木さん弟子にしてくださいって自分で時間割を設定できるってことで、あ、そうですね、それは大きいですね。まあ、その自分で時間割を設定できるってことは良くもなれるし悪くもなれるし、ね、逆に任せとけば100点になれるかもしれない場所にいればすごいと思うけど、逆になんかその時間割を組んでくれないサロンの、うん、まあ、要はマネジメントプロデュースをしてくれないところはなんかに時間割を任せられても確かになんか微妙だと思うんだけど、そこをなんか自分で判断できるっていうのは、うん、自分で完璧に頑張りたい人もいる人は頑張ればいいし、うん、技術も例えばもうあってちょっとお客さんもいて、でもその例えば家庭にちょっと重きを置きたい人なんかはそういう風なこともできるよね。普通に例えばサロンを勤めたら、まあ、サロンの体型は変わってきたらまた別だと思うんですけど、うんうん、基本的になんか僕のイメージは朝来て掃除して、ね、まあ、朝礼して、あ、練習とかして、でサロンワークをして、もうここはもうヘルプじゃないですか、めっちゃ。そうです、ね、アシスタントとか特にあの例えばスタイリストも余ってる時間があったら手伝ったりとかめっちゃいいと思うんですけど、お客さんの数に対してスタッフの数がなんか合ってない時があるなと思ったんです、サロン実習の時。それで僕サロンに就職ないなと思ったんですけど、3件見て3件ともそうだったんでまあそこは僕は運が悪かったかもしれないけどそのお客さん1人か2人に対してスタッフが3人とか立ってるんですよ。生産性ない時間が意味ないなと思ったんですよ。ただフリーじゃないと、なんだろう、それその間にじゃあ何してもいいですかっていちいち上の許可が必要じゃないですか。確かに。そこを自分で自己判断できて自分でそれを行動するスピード感が今後は鍵になってくるなと思った時に、うん、なんかそれが自由にできるっていうのはすごくいいなと。そうですね、お客さんいない間だ僕とかあのウィッグ切ったりカラーしたりとか、その全部なんか自分の時間、自分の成長のためにすごい使えるなっていうのはめちゃくちゃ、他の人のヘルプ入ってその人の学ぶっていうのもめちゃくちゃいいですけど、なんか自分でどんどんやれちゃう僕らみたいなタイプだったら、なんか自分でそのいろいろ時間設定決めてガンガンやってる方が絶対目指してるところに早く進めます。あとヘアキャンプさんとかみたいなね便利なツールがありますから今心とからあの頭って違うと思ってて、なんかあの感情って心で動くじゃないですか。はい、であの聞いたことあるぞ。え、本当ですか。待って何、いいよ。いや僕本当ですか初めて言ったことを言う。いやいやで頭って理解するって、例えば、はい、これはこうやった方がいい、これは楽しんでやれた方がいい、これはつあなんかあの自分にとってあんまりメリットがないとか、そういうのが頭で考えるじゃないですか。はいはい、で楽しもうって心で動くじゃないですか。はいはい、だからなんか頭で楽しもう楽しもうと思っても多分美容師って楽しめないと思うんですよ。楽しもうっていうか、もう勝手になんかもう楽しんでる自分がいるっていう状態になってるっていうのは多分美容師楽しんでるってことだと思うんですよ。でもなんか夜中にはって言うといかないですけど、やっぱあのいろんななんかあの環境だったりとか、あの人間関係とか、そのそれぞれ個人の理由でちょっとそれが本当は美容師大好きで楽しみたいのに楽しめない、え、じゃあそう心がそう感じられない状況の場合どうすればいいのっていうのが多分こうなんか出てくると思うんですよ。でもなんかその楽しもうって勝手に出てくるものって言ったんですけど、うん、楽しもうとする努力はできるのかなって思うんですよね。やりがいを見つけるとか、どっかになんか、あ、これすごい楽しい、あ、これやってる時自分楽しんでるなとか、そういうところどころでその楽しもうって思うよりも気づき、あ、これって自分楽しんでるんだっていう風に考えるようにする努力だったら、なんか心じゃなくて頭でもできて、でそしたら気づいたら楽しんでるっていう状態が完成するのかなっていうのが、これちょっと僕の個人的な理論というか考えなんですけど、うん、聞いたことありました？いや、なかったよかったその時によってモチベーション違かったんですけど、うん、やっぱ最初はもう売れることしか頭になくて、はい、その売れないと話にならないじゃないですか。まずフリーランスなんで、確かに、まあ、そのお給料も基本給がないじゃないですか。そうですね、社会なんそのね、いろいろ保険とかも、そうそうそう、だから売れることしか頭になくて、売れて店出すとか、うん、売れて金持ちになるとか、売れてより美容師として有名になりたいとか、うん、そういうことしか頭になくて、まあとりあえず1年目で売れてみ
売れたのか、まあ、売り上げが多分一人も上がった経験があったんですか、うん、そうですね、まあ、別に売り上げなんてあれなんですけどなんかでもその時に気づいたのが、あ、なんか俺は何をしたんだろうって思った時に、なんか美容師として髪を切ったりとかはしたけど、やっぱ一番はタケ君のおかげで仕事が決まったとか、タケ君のおかげでなんか元気になれたとか、なんかそういった言葉を直接言ってもらえるときに、あ、美容師って良かったなって思う機会だった、うん、だからなんかその人に元気与えれたりとか自信を与えれたときに楽しいって思えたので、なんかそういう自信を与えてあげれる仕事だよって自分の中で思って、もし美容師をちょっとなんか悩んでる人とかもしいたら、自信与えれる仕事なんだから自信与えてみたら、なんかありがとうっていっぱい言われる回数増えるのかなとか個人的には思ったり、でやっぱりそれを1年目の時は売れたいしかなかったけど、うん、やっぱ2年目3年目になってお客さんがもう安定して、なんか自信を与えることをコンセプトにずっとやってたら、今まで一回も美容師をなんかつまんねえなと思ったこともないし、まあ、基本的に楽しいなってずっと思っているし、うん、まあ、自信を与える人なんだっていう自信になった。そうですよね、うん、りょうさんたちが僕らにやってくれたようなことを今度は僕が他の人にやってあげたいなって思って、今それをこれから挑戦していこうと思ってるので、なんかあの背負うものが僕一人じゃなくなるっていうことに対しての挑戦が